こんにちは、まっちゃん68です。今日は JR 金山駅に来ています。ここ JR 全線切符売り場は、その名の通り全ての種類の切符が購入できます。緑の窓口と同じ役割を果たします。一月後にサンライズ出雲に乗ろうとふと思い、フラッとやってきました。今の時刻は午前9時15分。十字内のお願いです。前回の動画でお伝えした藤沢駅は、たまたま自分の番が10時直前だったので、そのまま10時を迎え、10時内連打の場面を見せていただきました。ね、はい、お間違いですかね。はい、かしこまりました。駅員さんに欲しい寝台券を伝え、10時内のお願いをしました。またお時間になったらお呼びする形になるので、はい、55分ちょっと前ぐらいにまたそちらにいらしてください。わ、はい、かりました。はい、はい、お願いします。ということで、9時50分まで待つことになりました。時間が来たので室内に入ると、57分くらいに呼ばれる。2つある窓口のうち1つを自分用にしてくれました。最初に申し込みをした時に入力はしてくれたと言っていたので、時間が来るのを待っているようです。まだ時間が少しあります。駅員さん余裕、私ドキドキ。ありがとうございます。サンライズ出雲で、エコションシングルデラックスですね。はい、1名分付きでですね、はい、取りました。お会計17,280円。乗車券も作れます。乗車券はいいですか。そうです、一緒にお願いします。わかりました。出雲市から東京の乗車券。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。